新潟を代表して戦ってくれてるんだから、それと同じようにそこにアルディがあるからうまいよね、いいちゃんとがいっぱいある。私の記憶はあんまりなんですけど、確かに2014年、あ、04年か、04年、最初行ったのがね、セレッソ戦だったそうです。やっぱり、ね、地元愛ですよね、新潟。私はそうだけど、だから他近所の人にもアルビに試合あるから行こうよって、まあ、声かけたことあるんですが、昔の4万人入った時は一生懸命行ったけど、今成績がいまいちだから、ちょっとねっていう人、まあ、何人かいるんですって。でもそれって勝ち負けじゃないと思うんだよね。やっぱり新潟を代表して戦ってくれてるんだから、やっぱり応援しないと、応援したいなっていう。よく言われる、そのなんで山登りする、うん、そこに山があるからっていうようなことを、言われますよね。ですからそれと同じように、そこにアルビがあるから行くのかですから、まああっちゃならんことですけど、アルビが、3部に落ちたにしてもおそらく行くと思います。サポーターどうし、サポーターのいいところは、まあ、まあやっぱ連帯感じゃないですかね。それもシュートした時のハイタッチはまずあれですもんね。お二人はよくハイタッチするんですか？周りと、いや、あ、その彼女とはあんまりしないです、あの前後ろなんで横取ってるんですね。いや、お互いにほら、あの前後ろこうやってるもんですから。要するに、あの人を大事にする人だから。え、あの常に隣にいる人よりかは周りが大切なんですか？いや、今ちょっと2人でハイタッチやってみてくださいよ。ゴール入ってます。これはまあまあ、しないわけじゃないですけど、前後左右の人とはまずしますね。で、最後に隣に。ああ、そうそうそう。おまけにね。おまけ。蹴散らせがいいな。ちょっと歌ってみてください。蹴散らせ、手がつけられない新潟。あれいいわ、あれを歌えるようになってほしい。蹴散らせ。結構好きですよ。あと、あの、なんてとかね。あと、いろいろある。新潟ってうまいよね、いいちゃんとがいっぱいある。プライドオブ新潟とかさ、アルビ、まあサッカーが好き、アルビが好き、それやったらあそこへビッグスワン行こうよと、テレビ観戦だけじゃなくて現場行って応援しよう。 OK、 J1 目指してケチらせー。